私もいろんな人を支えられるようになりたいと思ってメディカルクラークの仕事を希望しました。多職種の方ともお話しする機会があるのですが、皆さん優しいので私も緊張せず働くことができています。メディカルクラーク科の仕事は、各病棟における入院患者様の入退院管理や病棟窓口業務を行う仕事です。具体的には、診療情報提供書や入院診療計画書の作成を行っていて、他にも患者様の情報管理などの入退院時に発生する書類の管理とか、病棟で患者様に関係する情報の管理を行って、病棟での事務対応をサポートしています。私自身は4月から研修生として先輩からお仕事を学んでいるんですけど、今は先輩にチェックしてもらいながら独り立ちできるように頑張っています。高校3年生の進路決めの時に漠然と事務職に就きたいなぁと思っていたんですけど、そのタイミングで父親が亀田総合病院に入院しました。お見舞いに行った際に私の父親がこちらの亀田総合病院の職員さん良かったよーと絶賛していて、そこで亀田総合病院の就職に興味を持ちました。ちょうどその時に進路志望の先生や母親にメディカルクラークの仕事がいいんじゃないと勧めてもらって、見学の際にクラークはより患者様と接する機会が多い仕事だと教えてもらって、私もいろんな人を支えられるようになりたいと思ってメディカルクラークの仕事を希望しました。基本みんな明るい人で、新人の私にも気さくに話しかけてくれます。すぐにおかげさまで馴染むことができました。病棟で勤務しているので、看護師さんとか多職種の方ともお話しする機会があるのですが、皆さん優しいので私も緊張せず働くことができています。研修は先輩が対面で直接教えてくれています。初めてやるような仕事は先輩が2、3回実践してくれて、私自身がやるときには一人でできるまで見守ってくれています。指導のとき先輩は優しいので質問しやすくていろいろと助かってます。書類の種類が多くて、この書類はこの手順でスキャンしてどこに渡すなど、いろいろと覚えることが多くて、最初はとても大変でした。でも研修のメモを見たり、先輩に確認しながら少しずつできることが増えてきたので、それがだんだん自信につながっていきました。大変だけれども、やりがいもあるし、どんどんやれることが増えてきて、今とても楽しいです。また事務スタッフだけでなく、患者様や多職種の方とも会話できるので、いろいろな人と話せることがとても嬉しいです。